エーレナイオスは古代のキリスト教の理論家、司祭である。リオンのエーレナイオスとも呼ばれる。ラテン語では、イレナイオスといい、その脱角形の教会式発音に基づいて、日本のカトリック教会では、リオンの聖イレネオや聖イレネオス教準教者などと呼ぶ。日本ハリストス聖教会では、リオンの聖地名者イリンレイと呼ぶ。聖教会、カトリック教会、 聖公会、ルーテル教会で聖人である。カトリック教会での記念日は6月28日。聖教会での記憶日は8月23日。エーレナイオスは小アジアのスミルナに生まれ育った、おそらくギリシア人であろう。若い頃、ポルカルポスの教えを受け、敬意不明ながらガリアに赴いた。ルググヌムで、司祭として働いているとき、モンタノス派の問題について検討するため、 リオンからローマへ派遣された。リオンに戻ると、殉教した司教フォーティヌスの後継者として司教に選ばれた。エーデナイオスは、哲学的施策や、解決困難な神秘の探求に、特別な関心を持っていたわけではなく、自分の教会の神道を、キリスト教的生活と信仰へと導くことにあった。したがって、その著作の中で、壮大な施策の高みに到達しようとするのではなく、 わかりやすく異端を反駁し、信じる者たちを教え導こうとする。現存する著作異端反駁と使徒たちの指針の説明に共通しているのは、彼が独自の施策が展開されているのではなく、教師たちから受け継いだ信仰の教えが論述されており、2世紀末における教会の信仰がどのようなものであったかを知ることができる貴重な資料となっている。 復活祭をいつ祝うかが地域によって違っていたことから始まった復活祭論争ではローマのウィクトル一世の強行姿勢については他の司教たちと批判する一方で小アジアの教会に対しては復活祭を日曜日に祝うよう説得。こうした朝廷の役割を果たしたことは後にエウセビオスに称賛された。最初期のキリスト教理論家の一人であり、 ルグドゥネムの迫害に際して、キリスト教を擁護する著述を残した。ありがとうございます。